LCC 新体制の確立にあたり、地球から新長官の就任が決まった。新長官の乗る宇宙船は数日中にビルフール空港に到着する。そこで空港の警護を命令する。もはや我々に反抗する勢力が存在するはずもなく、警護の必要などありえないが、今回の新長官着任に合わせて我々の力を誇示しておく必要がある。つまりデモンストレーション、空港の外周部で待機してくれればいい。報酬は払ってやるのだから、こんなにいい仕事はないだろう。近日中に全レイブンは我々 LCC に所属することになる。これが最後の仕事。なお長官自身の護衛は特殊部隊が担当する。邪魔をしないように気をつけること。以上だ。これより作戦を実行。空港を占拠する。敵勢力を全て排除しろ。反乱だ。特殊部隊が反乱を起こした。